危ない SNS やっていきたいと思います。はい、こちらのゲームはですね、まあ SNS で炎上してしまうネタを勉強できるような、そんなゲームなのではないでしょうか。多分わからないけども、まあね、やっぱ余計なことを言って炎上してしまったり、映してはいけないものを映してしまい炎上してしまったりなんてことよくあると思います。俺はまだないんだけども、まあもしかしたら後々ね、やっちゃうかもしれない方はね、もうこれでね、一応勉強していきたいって思ってます。で、まあ系統的には前回動画でやってたいろんな末路と同じタイプの動画になる、同じ種類のゲームっていうべきかな、になると思います。はい。でいろんな末路、まだ途中なんですけども、ちょっとイラストが変わっちゃってね、モチベーションが下がり気味ですね。なんかあの手のゲームって途中でイラスト変わるらしくて、まあもしかしたらこのゲームも途中でイラスト変わったらモチベが下がるかもしれません。ってことで、やってきますよ。スタート。まあね、イラストがね、キラキラキュピーンで可愛いんだよ。ってことで、まあこれも今回も一緒で、4択ですね。まあ質問に対して回答を選んでいきます。この写真を SNS に投稿したところ炎上する事態となり、彼女たちの個人情報がネットにばらまかれてしまいました。これほんと怖い。今の SNS ってすぐに個人情報ばらまかれるからね。危ないったらあれしない。だから顔全体とか映せないよね、今。彼女たちの何今喋り方、彼女たちの名前がわかるものが映っていますが、それはどれでしょうか。名前が映っていること、お、これか、アヤ&ミカ。それよりもタバコが一番目に引かれると思うけどもな。あれ多分今回のこのゲームも広告挟むと思うんで、ちょこちょこプツってなんか切れるシーンがあるかもしれません。まあ行くよ、とりあえず。アヤ&ミカと手書きで書いてあります。どうやらこの二人はアヤとミカという名前のようです。名前くらいだったらまだね、個人情報そんなバレないと思う。顔にある身体的特徴が特定される要素の一つになりましたが、それは何でしょう。顔にある特徴、ああ、ほくろか。ああ、はいはいはい。あるよね、そのほくろ一つで特徴して、なんつうの、なんかこう、見つけてくるやついるよね。胸のところにほくろがあるとかさ、もうあれすごいよね。右の女性の口元に特徴的なほくろがあります。こうした特徴は特定につながる要素となります。気をつけなきゃだね。彼女たちが身につけているものの部分によって2人の通っている高校が特定されてしまいました。それは何でしょう。もうこれも絶対ダメだね。これも俺わかるわ。こういうね、交渉とかね、ついてたらもうアウトだよ。もう交渉によって通っている高校が特定されてしまいました。写真を撮るときは服装にも気をつけましょう。本当に彼女たちが特定される事態になったのは、あるものが映っていたので炎上したためでした。炎上につながったものは何か選んでください。もうこのタバコだろうな。まあ高校生ってな、まだ大人じゃないからな、何が良くて何が悪いとか、これ映ってたら私かっこいいんじゃねとか思っちゃうんだよ。わかる、俺もバカな高校生の一人だった。左の女性はタバコを手にしています。火はついていないようですが、彼女たちの年齢的に持っていてもいいものではありません。批判が相次いだ結果、アカウントは閉鎖に追い込まれてしまいました。なんかね、タバコ持ってるだけでちょっとかっこよくなるみたいなのね、なんか気持ちわからなくもない。やっぱね、いるよね、高校生のうちにタバコ吹かしてなんかすげえドヤ顔でいるやつとかいる。うん、炎上します、気をつけましょう。ネクスト。おお、可愛いかったね。青春派の若手女優の SNS が炎上してしまいました。何？この写真で部屋のおおよその位置も特定されてしまいましたが、特定につながったものは何でしょう。ああ、外の景色も危険らしいからね、ダメだね。これは何が炎上したの？いや、待って、目に映ってるけどさ、いや、がっつり映りすぎじゃね？逆に彼氏どういう目線にいたのこれ。わかんないんだけど。写真の写り方がよくわからないんだけど、これ。まあ、行こうか。次。窓の外にはランドマークタワーが見えています。大きさや向きからこの部屋があるマンションのおおよその位置が分かってしまいました。炎上した理由の一つは、ある雑誌が写っていたためでした。その雑誌とは何でしょうか。雑誌？ネクシー？あ、結婚雑誌かな、これは。はい。机の上に結婚情報誌が置かれています。彼女には恋人がいるという噂すらなかったので、炎上する火種となってしまいました。なんで炎上するんだってな。結婚で炎上するって、これ本当意味がわからない。なんか、お祝い事じゃないのっていう。なんか、やっぱ、不思議だよね。なんか炎上してる理由見ると、たまに意味わかんねえなってよく思うのが多いです。いきます。ここに写っている衣服も炎上した理由の一つでした。それは何か選んでください。あ、じゃあ多分これか。男物っぽいなとはちょっと思ったけど。はい、じゃあ次行くよ。鏡越しに女性が着るには大きすぎるジャケットが映っています。隣にある女性らしいコートと比べると大きさの違いは明らかなので男性もののようです。炎上した一番大きな原因は、
この部屋に男性がいることが明らかになったためでした。そのことが最もよくわかるものはどれでしょう。まあ目なんだろうけど、いやマジで男性どこに立ち位置あんのっていうこれがすごい気になるんだけど。正解。どうやって写真撮ったん。彼女の瞳の中に男性が写っています。自撮り風のこの写真は彼女が付き合っている男性に撮ってもらったものでした。しかもこの男性は暴行事件の加害者でありながら、いやそれは炎上するな、逃亡していることも明らかになり、彼女の清純派のイメージは崩壊してしまいました。それは炎上するわ。ああ、これはもうしょうがねえな。ちょっとね、暴力的なね、犯罪者をかくまうのはダメだわ。個人情報が流出しないように注意して免許証の写真を撮りましたが、特定されてしまいました。どういうこと？特定の地域に関するものが多数あったことが特定につながった原因の一つでしたが、それは何でしょうか？いや、顔隠しただけじゃん。あーこれだね、高校卒業はまずいんじゃ。違ったんだが、もう一度、なんかイラスト可愛いんだけど。待って、特定の地域に関するものが多数だと特定につながった。関するものって言われてもな、ちょっとこれ東京都の声、これじゃないで、これね、まず東京って絞ったわけか。怖っ。東京都に関する本が何冊も置かれています。彼女は東京都関連の仕事をしていることがわかります。はいはい。これはまた後だね。ある記念品の存在も特定される要素の一つになってしまいました。それはどれか選んでください。記念品はこれだね、高校卒業。これ何、これ何この記念品は一体何なの。ペンなの。ペン立てに高校卒業記念品と彫られたペンが刺さっています。ペンか。これで彼女の出身校が特定されてしまいました。なんかたまにあるよね、記念品がクソダサいっていうなんかなんでこれにしたみたいな、ちょっとツッコミ入れたくなるやつあるよね。記念品もうちょいいいのくれよって彼女の個人情報だけではなく、他の人の個人情報まで明らかになってしまうものまで映っています。それはどれでしょうか。他の人の、あーこれじゃない、近藤美月さん、男性かな女性かな。付箋を読むと女性のフルネームと面接をすることまで書かれています。彼女は知らず知らずのうちに他人の個人情報を流してしまっていることになります。よろしくないね。これは個人情報に気を使っていましたが、この数字が個人の特定につながってしまいました。個人番号だよな。これはダメだね。絶対見せちゃいけないのでみんな気をつけてな。免許証で見せていい番号なんてないから。てかこれ番号結構重要だから。なんかいろいろ使うよ。ローンとかの審査にも使うんじゃなかったかな。家買うときに確か俺も書いた気がする。この12桁の数字で免許証が交付された場所や取得年などが明らかになってしまいます。免許はただ顔や名前を隠しただけでは個人情報の漏洩対策として不十分なので、可能な限り免許証を投稿することは避けましょう。みんな気をつけてな。次。いいね、このゲーム。勉強になるね。何を写真に載せちゃいけないのかみたいな。俺も結構気をつけてるからな。夜の神社を写したこちらの写真を投稿したところ、炎上してしまいました。ここに写っている人物たちの移動手段と考えられるものを選んでください。車で移動してきたってこと、無免許運転ってことだとしたらやばくね。待って、神社に超落書きしてるんだけど。あーミスター、いやこれ答え分かってるけどさ、これで移動はまずいでしょ。免許持ってんのかな、どうなんだろう。夜の神社に黒い車が止められています。彼らはある目的があってこの車でやってきたようです。この写真は中央に写っている投稿者が宣伝目的で投稿したものでしたが、何の宣伝をしていたのでしょうか。インターハイ予選突破、これなんじゃないの。あ、違う、何はいはい、戻ってきた。何の宣伝をしていたのでしょうか。何の宣伝、インターハイだと思ったんだけど、どれ、なんか暴走族とかそういうこと。ちょっとわかんない、これ全然わかんない、全然違った。どれ、工事アットインターハイ、ツイッターの宣伝。マジでわかんない、何これ、わかんない。ラスト、もうこれでダメだったらやめるわやめはしないけども、何の宣伝だろう。 SNS 開いた瞬間答えが出てきた。生配信の宣伝を行うための投稿でした。そこか、ちょっと分かりづらいな。まあ行こうか、ネクスト。この写真からは投稿者が運動部に所属していることも分かりますが、それが分かる部分はどこでしょう。運動部？どこ？どこで運動部なんて判断したの？マジで分かんない。なにこれ、すげえ難しい。俺じゃあこの炎上には気づかなかったね。運動部っぽいとこなんてなくない？運動部？ヒント。はいはいはい、わかったわ。
ちょっとごめん、画面見切れてて見えないかもしれないけど、こちらの門限と制服、そして工事という名前から多くの要素が特定されてしまいました。インターハイ予選突破だって、そこだったらしい。やっぱスポーツに携わってない俺は全くわからなかった。いきますネクスト。まあな、野球のな使用人数とかサッカーの使用人数も俺分かってねえからな。この動画が炎上した最大の原因は何か選んでください。もうこれだろ、これ。これは神社を舐め腐ってますね。神聖な場所だぞお前ら。男性は神社の壁にスプレーで落書きをしています。これは器物損壊罪に当たる行為です。ここに写っている学生たちは様々な場所でグラフィティを書く様子を撮影して配信していました。注意されそうになると車で逃げるという行為を繰り返していたのです。炎上した結果、浩二くんが所属していたバスケ部はインターハイの出場を辞退。ここに写っている学生たちは全員退学処分になってしまいました。わちゃー、一人がアホなことするだけで全員巻き添えってのが最悪だよね。これ何を目的としてこの書いてるんだろうね。よくわかんない。なんかたまに、なんつうの、田舎だと結構トンネルに書かれてたりするんだけど、それ書いて誰が見るのっていつも思う。あ、だからこんなこと言ってるとヤンキーに怒られる。塾帰りの高校生たちがストーカーの被害に遭ってしまいました。珍しい飲み物が特定につながる要素の一つになってしまいましたが、それはどれでしょうか。タピオカ？これか。かわいいこの二人。めっちゃ美人。何、特別ドリンク。広告。はい、バナナジュースはタピオカの次にブームが来ると予想されているものです。そうなんだ今。が、専門店にはまだ珍しい存在です。カップにお店のロゴも書かれているので特定につながります。今バナナジュース来てるの？俺まだずっとタピオカだと思ってたんだけど。珍しいデザインのものが映っているため特定につながってしまいましたが、それは何でしょうか？珍しいデザイン？珍しいデザイン？これ？違った。どれ？珍しいってどれさ？全部映っていた特定じゃ、難しい。 SNS で炎上するって難しいな。これ絶対気づかないわ。もうスルーしちゃう。何珍しいデザインって？髪色？おしゃれだよな。デザイン？これバナナ？違う。マジでわかんない。映って特定繋がって、何か髪色？このヘアカラー珍しいよね。おしゃれでいいと思うけども。もうダメだこれ。よし、答え見てくるわ。ちょっと待ってて。もうなんかすごい積むこのゲーム俺。はい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 。なんか普通に答え見ないで当たったわ。服だった、服。はい、制服。あ、制服だったのか。 おしゃれすぎて制服なのかもわかんなかったわ。制服は学校によって異なりますが、珍しい制服は特に学校特典につながる要素になります。めちゃくちゃ可愛いねこれ。これは女の子集まりそう。特定を避けるには写真を撮るときは制服を着用しないなどの対策が必要です。これあんま言ったら怒られるようなネタなんだけど、ちょっと話していい？およその住所が分かるものが映っていますが、それはどれでしょうか。まあ、その主案も、まあ、結構バカ校だったから、ヤンキーとかいっぱいいた学校だったので、まあその制服はまあおしゃれだったんだけど、まあそのやっぱそんなにね、知力が高いやつが集まるわけじゃないんだけど、女の子が制服可愛いからここ選んだって言うんだけどもさ、そもそも学力足りてないっていうね。なんか、いや、お前学力足りてないだろうって思う時がよくありましたね。まあ、学力とか大人になったらそんなに関係なくなったりするけどもな。最低限大学はみんな出るよう頑張れよ。行くよ。もう見てなかったし、質問なんだっけ。おおよその住所が分かるものが写っています。電柱とかじゃない、こういうのって。あ、違うか。あ、でもこれ、吉崎って書いてあるからね。これまずいね。ストーカー怖っ。ストーカーはね、みんな死刑でいいと思う。店先に置かれたコーヒー店の看板に店舗の場所が分かるものが描かれています。危ないね。これだけ連なっていると特定されやすい要素になります。あーね、もうすぐ近くにこれね、なんかすごい目立つよね。作りが目立つ。なんか風景に合ってなさすぎるっていうか。彼女たちが通っている塾はここでした。特定できる要素がいくつもあったことで、ストーカーに待ち伏せされて、被害に遭ってしまったのです。怖っ、ストーカー。今度、これで、この家族写真も炎上すんの？この写真でこの家族は嫌がらせなどの迷惑行為をされるようになってしまいました。子供たちが怖がっているものも、特定につながる要素になってしまいましたが、それは何でしょうか？雷？子供たちがパニック。これでさ、一般家庭に嫌がらせするって嫌がらせしたやつの倫理観の方がおかしいと思うんだけど、どうなの？子供いる家庭でしょ？やらないでしょ、普通。怖っ。窓の外に雷雨の様子が映っています。雷レーダーと雷雨レーダーはそれぞれネットで確認できるので、日時と組み合わせれば地域を特定できてしまいます。なるほどね、確かに。家族の中の誰かが特別な実績を残しているようですが、それがわかるものを選んでください。
まあ、このトロフィーとかだろうね。誰だろう、お父さん、子供、それとも映画の脚本賞のトロフィーです。え、映画の脚本ってこと結構有名な人なんじゃない。受賞年などから個人が特定できてしまいますが、これが妬まれる原因だったようです。なんで妬まれた。え、これでどの町に住んでいるかが明らかになってしまいました。これは回覧板だな。あ、違う、住所だ。あ、そっちでもいいんだ。もきし住所載ってたけど、〇〇町の案内と書かれた紙が回覧板に挟まっています。小さい文字ですが拡大することで特定できてしまいました。これに記載されている情報が特定の決め手になってしまいました。これだね。これはおバカすぎる。これはおバカすぎる。これは俺でもわかるね。え、番地が映っています。町名などと合わせてこれで住所が特定されてしまいました。え、これなんで炎上した、これマジで。ほんと逆恨みで炎上したってことだよね。うお、最低じゃんこんな。やったやつがクズすぎる。でも実際にある事件なんだろうな多分。うん、怖。じゃあこれで最後いきますね。ランチの写真を投稿したところ、個人情報を特定されてしまいました。ランチで。コメントに絶対に教えたくないと書かれていますが、特徴的なものが写っているため特定は簡単でした。それは何でしょう。請求書違った。え、特徴的って何。特徴的なものが写っている。特徴的、特徴的って言われてもな。これ違う。じゃあパスタか。はいはい、ドリンクタッチしたから。じゃあ今度パスタ、皿か、お皿がおしゃれだよね。あー、なんかそれっぽいが。珍しいパスタが写っています。パスタだった。コメントに人に教えたくないとありますが、料理は写真検索などで探しやすいのでどこの店か分かってしまいます。なんかすげえ SNS のスキルがめちゃくちゃ上がる気がする。このゲームやってるとスキルアップできる俺。この写真には投稿者の生活習慣が分かるものが写っていますが、それは何か選んでください。生活習慣、タバコだね。この人タバコ吸ってるね。タバコは体に良くないからな。うん、俺タバコは吸ってなくてよかったなって本当思う。お酒は飲むけど。テーブルの上にライターが置いてあるので喫煙者だとわかります。こうしたものも特定につながる要素になってしまいます。次、女性だと推測できるものがありますが、それは何でしょうか。女性だと推測できるもの、女性だと、え、名前、これこれ名前違う。でもアキラって男性でもいるしな。え、わかんない。女性だと推測できるもの、わかんない。フォーク絶対違うよな。うん、だよね。え、マジで難しい。 SNS の炎上を探すって難しいんだね。当たった当たった当たった。あれだった。ドリンク、ドリンクだった。なんだろう、女性のレディースデー的なやつだったのかな。まあとりあえず行こうか。コップに、コップに口紅がついてる。あ、そうなので、投稿者は女性だと推測できます。え、口紅だったのこれ。どこかの名前が分かってしまうものが分かりますが、それは何か選んでください。これ左下だね。あ、これ口紅だったんだ。俺中になんか入ってんのかと思った。なんかね、あるよね、あの白いドリンクの上に赤いのちょんちょんってやってね、なんかそういうおしゃれ風なドリンク。違ったわ、口紅でした。ってことでこれいくよ。まずいですね。名前がアキラちゃんなのかな。テーブルの上に請求書らしきものが置かれています。これで名前の他にも住所まで明らかになってしまいました。バッドですね。ということで今回はここまでとさせていただきます。 SNS 勉強になるね、このゲーム。難しいマジでわかんない。そういうところから炎上するんだってのがすげえ学べたわ。ちなみに次は、女子高生が SNS に写真を投稿したところ、彼女の家の住所が特定されてしまいました。彼女が写したかったものは何でしょうか。おー、これがまた炎上につながったわけか。あー、これマンホールも結構危険だからね、気をつけなきゃね。はい、ということで次回はここからですね。それではシアンでした。またね。